漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はバトルロワイヤル、原作高見光春先生、作画田口正幸先生、連載期間は2000年から2005年、ヤングチャンピオンで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。バトルロワイヤルは映画だけ見ていた有名作品の漫画版、原作は小説、中学生が最後の一人になるまで殺し合う話です。全15巻分を LINE 漫画とネカフェで読みました。男性キャラも化粧したように目元パッチリの絵柄です。好みではないですが、展開が面白いので没入できました。映画では BR4 と言われていたようなものはプログラムと呼ばれています。プログラムでは無機質すぎなので、映画版の改編の BR4 の方が良かったですね。キャラ祭りみたいな作品なんですが、個人的には頭がよくポジティブな三村が好きです。三村は相棒も悪い子ではなかったですが、もうちょっと頼れる存在がいたなら色々と違ったでしょうし、そんな未来の三村も見たかったですね。終わり方はボブディランの風に吹かれての歌詞が結構ハマってて響きました。あと最後まで読んで、今作は超前向きな主人公だから悲惨な場面でも読み続けられたんだと思いました。そして生き残った者たちの幸せを願いたくなりました。それは自由と希望を望む自分への願いでもあると思います。ということで FPS ゲームの源流と聞いて気になる人、映画版より残虐描写性描写が過激と聞いて気になる人、絵柄と中身のギャップに衝撃を受けたい人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。